完全に前トレンドが FMF になりました。まあちょっとね、とりあえず音を聞いてもらいましょうかね。まあ、僕のね、あくまで僕のマイク、あの喋り用のマイクの音ですから、ちゃんとした音はまた後で、ね、別の動画で出しますから、ちょっとしばらく喋らずに走りますね。こんなもんですってことで、ね、ちょっと意外と時間が経ってしまいました。はい、じゃあ改めまして、いいよ、こんな感じですわ。WR250X に FMF のメガボムと Q4 をね装着しました。もう本当にこれは音が変わったので、その音の部分ぐらいしか皆さんに伝わらないと思います。まあこのルックスもね、だいぶ変わってね、かっこよくなったんですけども、ブログとかに書いてある手順通り僕がやっただけですので、別になんか、特殊技能がないとできないというわけでは決してありません。工具があれば全然誰でもできるような、作業内容でした。ちょっと気をつけないといけないっていうのは、この今ね、なんとかね、エキゾーストパイプのメガボムがいい感じの色の焼け具合になってきましたね。走り出す前まではここと同じ色だったんですよ、全体的にね。だけど、根元の部分は少しメタリックブルーな感じしてますし、それ以外のところは紫色がかった、あのいい感じの焼け具合になってくれました。これはね、装着するときなんか結構素手で触ると思うんですけども、その素手で触って装着して、でそのままねエンジンをつけちゃうとですね、この焼きがね均等にこういう風に綺麗にならないそうです。焼きムラっていうのが起きちゃうっていうのが、人が触るとですね油がつきますよね、手からね。でそのひっついた油がねこう乗っかっちゃってますと、一部が濃くなったりとか、こう反転状態っぽくなったりでね、見かけがね汚くなってしまうっていうことがあるそうなんで、まあ、装着した後のパーツクリーナーでこうキュッキュッてね拭くっていう、その掃除作業を忘れないようにするのが1点ですね。で、ノーマルマフラーと、例えばメガボム、逆にノーマルエキゾーストパイプと、Q4 だけとかね、両方買えるんじゃなくて片方しか買えませんみたいな人の場合だと、気をつけないといけないのは、このエキパーティマフラーの接続部分ですね。基本的には大きさが合いませんので、まあ、ガスケットを買うとか液ガスを使うとか、 Q4 を買ったりすると、もうなんかね筒状のガスケットが最初からついてますから、まあ、そういうのを駆使しながら、つけますという感じですかね。なんですけども、Q4 とメガボムの相性はもう完璧で、全く何もつけてないんですけども、ぴったり、本当に何の修正もいらないぐらい、液ガスもいらないぐらいぴったりでしたね。一応念のため液ガス買ったんですけども、全く不要ですね。なので、手でね、こうグリッ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 ってやれば、シュッシュッシュッって綺麗に入ってきますので、大きさも寸分たがわぬぐらいの、大きすぎず、小さすぎずっていう感じで、特に何もしなくても、エキパイマフラーの、くっつける部分に関しては OK です。 Q4 の気をつけないところはいけないところは、基本的にはこれさえ買えば大丈夫なんですけども、付属品であるね、ボルトがね1本入ってます。でそのボルトがですね、少なくとも僕のWR でもそうでしたし、他のブロガーさんの話聞いてても同じなんですけども、 FMF の Q4 に付属してるボルトっていうのはここにつけるんですね。このボルトなんです。この位置につけるボルトなんですけども、長さが足りなくて、奥までちゃんと届かない。だからね、買ってこないといけないです、ベッドね。これが2個目注意点ですね。M5 っていう規格の六角ボルトが、まあ、ここにはまる部分なんですね。で純正のボルトを外したやつ使えないんですよ。あのね、そっちは M10、M10、ちょっと太いんですよね。だから入らないです。Q4 につけるためには M8 で、長さがね、これつの付属品だと残念ながら届かないので、ちゃんとホームセンターかなんかで、ステンレス製の六角ボルトを用意すれば大丈夫ですね、ってところですかね。あとはもういいよね。そんなごたくいいですよ。ごたくいいですよ。で、作業時間自体は、まあ、Q4 と、メガボムが同じ日に届きませんでしたんで、メガボムを装着して1週間待って、で、Q4 を取り付けたっていう感じですね。そうですね。まあ、2時間ぐらいですかね。いろいろと今回でね、学びましたよ。WR の構造、こうなってんだっていうのをいろいろ学びましたね。まあ、いろいろとこう、取ったり付けたりってことで、ああ、こここうなってんだ、へえ、とか思いながら、やることができました。乗り味に関しては、そうだな、とりあえず走り出してから話した方がいいかもしれないですね。今日の元ブログは長くなるかもしれませんね。
乗り味に関してですけども、おおむねいろんなブロガーさんたち、実際にねメガボなり Q4 なり、まあ、あのつけた人たちの感想と僕も同じぐらい同じような感想ですね。で何かって言いますと、WR っていうのはそもそも1速と2速低速域のですねギクシャク感がすっげー激しいバイクというふうになんか言われてるんですね。まあ僕もそのブロガーの人たちを見て、が言ってることを見てね、あ言われてみれば確かに結構激しいなって思うけど、そんな強いんだとかね、それぐらいの感想でした。まあ、でも今ね思い返してみると九州ツーリングなんかはそのギクシャク感があまりにもひどすぎてケツの痛さに直結するんですよ、そういうのってね。だからねとてもじゃないけどこれ長時間座ってるともうさケツがもうさカックンカックンシフトチェンジの旅になるからきつくてね、ケツの環境が非常に悪かったんです。まあそのギクシャク感みたいなものが確かに、これメガボム Q4 の組み合わせで、まあ、これは SP 忠雄の方でもそうらしいんですけども、消えたかなっていう感じしますね。3速4速にね上げていけば滑らかにどんどんなっていくんですけど、もともとのねあのそれにかなり、1速2速の滑らかさも近づいたんじゃないかなというふうに感じますね。そのね抜けが良くなるっていうんですかね、かなりねって感じで、あ、赤だった。速度の伸び、加速感がね、よろしいですね。まあ、このかっこいい音と相まって、相乗効果は星5つぐらいですかね。おすすめです。で、音はね、もうね、間違いなく格段に変わりましたよ。今まではまあなんだろうな、ノーマルマフラーがかなり、この優秀な静音性を持ってましたんで、ブーンブーンブーンって感じだったんですよ、イメージ的にはね。こいつはね、あのね、完全にね、爆発音っていうか、破裂音ですね。パンパンって感じですね。うん、パン、はは、うん。バララ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 ラって感じですね。はい。雑な感想だな、音。あの、ブリッピングシフトダウンをした時が、まあ、あのホーネットなんかの乗ってた時なんかは、ね、ブリッピングシフトダウンすげえかっけえとか思ってたんですけど、まあ、ダブルアルなんてねどうしても単気筒 250cc で、まあ、前よりはそんなに派手な感じでなくなったなとか思ってたんですけど、Q4 とメガボムのおかげでねまたね全然違う形ではあるんだけどもすごく良くなりましたよね。あのね本当にねこれさ今ヘルメットとかさマイクとかを通してこうリスナー側には聞こえてるはずですからだいぶ違うんですこれで表現の人がねとにかく本物を聞いてくれとしか言いようがないんだけどだいぶ違う。ブリッピングシュートダウンをした時のこのねパンこれがねいい破裂音になってくれて乗っててねめちゃくちゃこう生かすっていうかね躍動感のある音になりましたね。いやこれはかっこいいよ今のなんかレブですけどね、あのねレブに回るのもそうだ、これは言っとかないといけないけど、前はねレブに回るまでにやっぱり時間がどうしてもかかってましたね。これで一瞬でレブまで行きますふわまわわわ一瞬ほんとねフルで回さなくても一瞬で行っちゃいますね。だからそういう意味でもかなり排ガスの抜けが良くなって、走りの良さと音にね、いい効果を出してるんじゃないかっていうのは何となく分かりますね。はい、ちょっと専門的なことは分かりませんけど、まあ、あの総じてこれは買いですね。レビューをするとしたらこの2つの組み合わせはもう買いですね、はい、もうこんな暗くなってしまったやばいなこれな。あただでさえねあの街乗りが楽しいバイクでしたけど、これさらになりましたね。さらに楽しくなりました。すごいよこの WR ちゃんは。都内のライダーだったらねまず間違いなくね1台手元に落ちてもういいよイエースお台場を通って帰りますね、まあ、いつものルートなんですけど、わすげえなんかこうオリンピックの会場候補ですよねここはね。なんかあれはピカピカ光ってますけど何なんでしょうね、工事してるからかな。やべえまだクソ寒いな。2月なんですけどね、2月下旬ですよ今日は。俺冬は基本的に乗らないんだけど、音変わってなくてちょっとね別物の世界になっちゃうからさ、これはいいな、違うバイクを手に入れたって気分ですよこれね。あの RJ ロイヤルジョーダニアンのあの気持ちがなんとなくわかりますね。少しこうクラッチ切って
かすとね、バコンバオンババンババンってね、このね爆発音はクソクソ生かすからね。いや楽しいねなんかねあんま話す気にならないって音をね、と俺もさ今日売れたばっかでまだ音をちゃんとさ飽きるほど聞いてるわけじゃないから、まだ俺もどっちかというとこう喋りたいよりも自分の乗ってるバイクの音を聞きたい派ですよ気持ちいいよ。まあ、なんで今回こういうことに踏み切ったかっていうと、まあ、一番影響が大きいのはどうしてもテラニキなんだよな。まあ、テラニキがあのテルミなんだっけ、あの未だに早口言葉みたいに言いづらいんですけど、テルミ妙にテルミ妙味テルミテルミ妙味のサイレンサーをね買ったんですよね。でそれつけて九州ツーニングの方に来上がりまして。で結構いい音出すんですよね。アフターファイヤーパンパンさせながら僕の前をこうずっと走ったんですけども、あんなん見るとこうおーってね、わ全然なんかノーマルマフラーと違ってなんかご機嫌だし本人もとか思ってね。 FMF 欲しいなってのはさ定番ものだから、とりあえず言葉ではさ入れたいですねみたいな話はしてたけど、なんかねやっぱりねなかなかこうコストのこととかさ、じゃあ作業どうするのかいろいろさやっぱり調べたことはそれなりにありましたから、今回もねそういうのがめんどくせえなとか思ってなかなか手つかずにいて、半年やや約半年ほど過ぎちゃったんですけど、これ実際にこう友人なんかが一緒に行く人なんかが、マフラー交換してるのをなんか見ちゃうとね、めっちゃいいの俺もやりてーっつってね、一気にこう重い腰が上がるっていう感じありますから、やっぱ他のライダーとのこう交流っていうのは大事ですね、ある程度ね。乗ってる本人は意外とね音がねそんなにうるさくなくなってきました慣れてきました、もう早くもなんだけどね、やっぱりこれリアルで聞く音は全然違うもんで、ヘルメット外してエンジンかけるじゃん、もうその時点で全然違うし、ちょっとね吹かすパンってちょっと吹かしただけでもう完全に爆発音だよ、ごめんねこれはね楽しくなりましたね、またバイクライフがね。あでもそうだ、さっきのさケツ痛いなの話でさ一個に矛盾してることがあって、一足二足のカクカク感が解消しましたと、それは確かにそうなんですけども、ねやっぱりねノーマルマフラーの乗り心地は超えられないのかななんて思いましたけども、特にこれ乗り心地は別に重視するわけじゃないですか、パワーアップのねパワーアップと音量アップのパーツですから全然違うんですけど、ノーマルマフラーの振動の少なさっていうのはすごく優秀だったんだなっていうのが今分かりましたね。あくまでこいつはショートスプリンターですね、ショートスプリンター、街乗り競技用というかね、近くの山に行ったりとかそんな感じで乗るバイクだと僕は思うんですが、拍車がかかりましたねそう、ショートスプリンタープリンに拍車がかかってきましたこいつね。振動が増えました、若干ですけどね、特に高速域になるとかなり振動を感じやすくなったかな。まあ、別にね心地よい振動なんでいいんですけど、前は6速ぐらいまで上げれば、まあ、よほど100キロ超えるぐらいじゃないとそんなになんだブル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 ってしてる感じは手に伝わってこなかったんですよ。で、まあ、行動をね、まあ、普通に走ってる分そんなレベルでもそれなりにこれはブルブル震えてるのね分かりますね。どうだろう、俺がまだ慣れてないだけなのかもしれないけど、そういう部分ではそりゃそうか、当たり前ですよね、そう当たり前ですよ。だから乗り味というか、なんつったのかな、アクセルを開いた時のレスポンスはものすごく良くなった、あとギアとね、ギアの変速した時のその感じもめちゃくちゃ良くなったんだけども、なんつったんだろうな、本当の乗り心地、単純に快適性という意味か、快適性という意味での乗り心地だと、まあ確かにノーマルマフラー、純正マフラーに比べれば多少のね、振動の多さは感じますなって、そんなところですかねバイク最高っすよ、冬でも全然面白いです今のとかね、取れてっから今のとかね、バボーンですよ、早くもだけど2017年度のこう買ってよかったものランキング、バリバリトップに来ましたね来たー、ワンガンアンダー、ここ来たかったんですよ今日俺は。ここがね比較的こう背がねそんなに高くないトンネルだからいい反響するんですよ。
音が楽しいとこう聞いてるだけで楽しい、あの聞いてるだけで面白いですから、ただでさえ走りがいいバイクにね音が良くなると、これはもう鬼に金棒ですよ。 WR に FMF ですよ。わ、なんか今日お台場なんかすげえ黄金色が増えてんな。めっちゃキラキラじゃね。なんでだろう。おう、来ちゃったこっち。なんか今日光ってんな、すげえ。あ、いいな、なんかお台場のああいうところに浮いてる船とかでさ、忘年会とかだったらバリ行くんすけどね。ね。ねって誰に言ってんのお前は。もう素で楽しい。いいね。ブラムーン。短気筒舐めてた、俺は短気筒のこと舐めてた。 WR に乗ることでしばらくはもう音で楽しむことはバイクに関してないだろうなってちょっとぶっちゃけ思ってた。全然そんなことない。うわちょっとの通してこれですよ。素晴らしいです。あー綺麗だね東京は。ちょうどあの最近サチモスのなんだ、あのホンダベゼルだっけ、世界ベゼル、ベゼルの CM がかっこいいじゃないですか。なんかねあれにね再びハマっちゃってね、すげえ何回も見返したんですけどね、今頭の中でサチモスのステイチューンが流れてますね。レインボーブリッジと合いますよねあの曲ね。これで首都高乗ってたらなおのこと良いんですけども、下道です残念ながら。いいな土曜の夜にこうライディング、 FMF の爆音でライディングおすすめです。ラッパだよこれ、なんかと思った、なんかな聞いたことあるなと思ってね、デジャブ感のある感じだったんですけど、この勢いよくバンってね、あのラッパ、しかもねこのラッパもね、あのキャプテンクルールが乗ってる、あの持ってるような、あのドンキーコング出てくる、あの爆発する爆弾が発射できるラッパだよね。ありがとうドンキーコング。やっべ、アフターファイヤーがね昔からちょっとね憧れがあったんですよ、かっこいいなとか思って。これね、ポコグランツーリスモなんかでね、アフターファイヤーあえてこうさせるとかね、やってましたね一人でね。悲しい少年時代です。一人で延々とアフターファイヤーの音を聞きたいがために、ちょっと変なアクセルワークしてパポコパコパコとかね、その音だけをねずっとねやってましたね。ここもなかなかいい反響しますね。土日の汐留ひといね。これこれかっこいいですね、クソかっこいいよ。進化しましたね、俺の持ってるおもちゃが進化しました。ちなみにこの間ね、あのイタリア街に行って写真だけ撮ったんですけど、実はあの時ね、あのちゃんと動画も撮ってたんですよ、動画も撮ってたんですけど、なんか編集がそんなにやる気がなくなっちゃってお蔵入りになっちゃいました、残念。なので今日はイタリア街の写真を撮ったりはしませんけども、寄ってから帰りたいと思います。汐留南っていうこの交差点をまっすぐ行って抜けたところがちょうどイタリア街ですね。まあ言われてみればもうこの時点でちょっと建物が欧米風な感じはしますけどね。とかしたら欧米人が前を歩き出しましたよ。いやーほんとね、バイオハザードなんかやってる場じゃなかった。あ、そう、あと1個今気づいたことがあってね、あ、ちょっともう一回いっぱいで。あ、今ちなみに今の左のところがね、あのイタリア、ファッキンイタリア街です。なんかおしゃれですね。でちょうどみんなこの JRA の前の公園でね写真撮るのが定番なスポットですね。そこで僕はそこで写真この間撮りましたね。あ、ほらあそこいるじゃん、忍者がいる、忍者がめっちゃ忍者がいる。でそうそう、さっき話そうとしたことがあって、あのね、あのアクセルをこうグーンって開けといて、でそれね元に戻すというか、フラット状態にフッてこう戻した時のカックン度がなかなかやっぱり激しいんですよね。
で、カックン、カックンってこうアクセル戻すだけでもなってたんで、まあそれもさ、かなりケツにダメージを負わせる原因だったわけですね。だいぶ減りました。不思議だね。管が変わるだけでこんなに変わるもんなんですかね。よし、で待ってました。そこのね、トンネルがちょうど目の前にあるわけですな。俺はこっちに行きたかったんだ。ここ虎ノ門は飛んでってここだよね、築地。Oh my fucking god! あれ、何これ、右折しかできない。あ、まっすぐ行ってんだ、一時的に。よかった。で、なんであそこの道路はすごくかそってんのかが分かんない。まあ俺はありがたいんだけど、誰もいない方が。すげえな、FMFM ってすげえな。なんか俺さ、詳しくないからさ、あんまり。あのさ、RG の影響でさ、もうマフラーって言ったらアクラポビッチでしょみたいな。いや、まあ吉村とか森明ぐらいは知ってますけど、もうアクラ中ですよ、持ってもないのに。いや、やっぱ100分はね、一見にしかずですね。自分でね、買って装着して、で音を聞いてみて、本当にアクラポビッチだけなのかそれ以外なのか判断、当たり前なんだけどさ、してますよ今ね。 FMF ってしかしそんな、なんかこんなイカす音のイメージないんだよな。まあいろんな人がさ、音を取ってさ、上げてくれてんだけど、外国人なんかはね。まあ、クソ音質、クソ音質。カメラのマイクで音取ってますから、もうほんとさ、答え合わせがありすぎてさ、ちょっと低音拾うようなタイプだとものすごくよく聞こえたり、あとは、撮影場所が、反響のあるね、建物の中だったりするとものすげえいい音なんだけど、田んぼの真ん中とかで撮ってるやつの音を聞くとさ、微妙だな、FMF とか思ってたんですけど、いや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 、全然違いましたね。僕が YouTube で聞いたことがある、どの音でもなかったですね、FM4 とは。段違い。くっそかっこいいわ。そういえば、こっから行こうと思えば、あそこ行けんな。菅神社また行けんな。この間の、君の名のとこですね。あんな住宅街これで行ったらすげえ迷惑ですね。よかった。FMF 帰る前で。俺一個気になってるのがあってね、埼玉市の、見沼区ってところに、見沼なんとか環境自然保護区ってところがあって、で、そこがね、夏行くとすごいんだよ。ジャングルみたいになってんだよ。なんかね、上から見るとだけどね、あくまでね。あれがなんか最近すげえ、なんか面白いなーとか思って。比較的、埼玉ってか大宮の都心ところからそんなに離れてないんだけど、いきなりああいう、何にもない平原地帯がパーって広がるのがね、面白いですよね。保護地区って言ってね。お、これはRJ タイムスか。だから歌舞伎町のあの目の前のクソみたいな交差点が一番、あ、危ない、危ねえな、タクシー、危ない危ない危ない、なんだよ、 RJ タイムとか言ってるやつの方が真面目じゃねえかよ。いやーうわーバン、これをね、これバンのね、アフターファイヤーを一発で出せるようにこう練習しないとね。おお、なんて変な止まり方なんだ。いやー、なんかさ、ネガティブなことが今日は出ちゃうかなと思って、意外といろんなもの溜まってるから思ったんだけど、この音のおかげで全部忘れられる。みんな人生行き詰まったらマフラーを変えてください。一気にどうでもよくなりますから。うわブルーッ、くそいいわ。あー、かっこいい。いや、本当楽しい。あのさ、珍しくね、俺がこんな喋れないの。自分で言うてね。いや、本当ね、言葉がね、やっぱね、本当に感銘を受けたりとか感動したりとかすると出てこなくなるじゃないですか。今そんな感じだよね。もう単純にこの音を聞いてるのが楽しくて、何も喋る気にならないっていう。心を落ち着かせてくれる。FMF のこうエキゾーストサウンドは僕にとってはこうオーケストラみたいなね。寝る前の、就寝前のオーケストラみたいな。まあ、それに近いものがありますね。まあいいよね。音みんな聞きたいよね。どっちかというとね。なんでそんなにね、
今日落ち着いてるのか分かりましたよ。あのね、最近ね、えらい人にね、助けられることが続いてね、感謝と反省の同時に自分の中に来てるんですね。かなり忙しくなってくるとね、中にはね、失敗をやらかすわけです。結構大きな失敗をね、それをカバーしてくれる方だとかね、こう進まない仕事がやばいぐらい量が溜まっちゃっててね、あーもうどうしようもねーっつってなってたら、もう無償でね、もうお前手伝ってやるよっつって、そういうのやってもらえることがここ続いてね、しかも半端じゃない量をね、まあ、自分もそういうことを相手にしてあげないとなと、いざった時はね、そういう見返りのないね、手助けっていうものをこうやれる人間やっぱりかっこいいし、最終的にはこういう人を信頼するし、周りにそういう人がいてよかったなって、ね、思う機会がありました。なんだそれ、真面目かお前なんだその話、お前元ブログでそんな話か、いらねえよお前そういうの。 FMF の話だろ、 FMF の話いきなりテンション上がっちゃった。うわ、なんかめっちゃ原付きだらけですよ。原チャリ集団があそこにいますね。しかもこれなんかみんな同じバイク乗ってるのかな、みんな同じバイク乗ってるんで、そういう回なんでしょうか、オフ会的なやつですかね。みんな同じの乗ってるよ。なんだこの集団は。なんか音が可愛いな、カラ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 つれ。しかしこうなってくると、いよいよあの S 線シングル R 欲しくてきますよね。あのなんかやっぱりさ、アクラポビッチアクラポビッチでまだ全然音質が違うというか、同じ爆音なんだけどなんかね違いがあると思うんですよ。でそうだ、あの当初僕は FMF の前に9あのアクラポビッチのなんちゃらかんちゃらってやつをあの WR になんとか載せられないかなと思って探してたとか、こう調べた時期があったんですね。でね、あの WR の 250F っていう競技用のあの WR の方には、どうやらあるんですけども、それとね、一般的に売られているこの R と僕が乗ってる X はね全く違うらしくて、加工が必要らしいんですよね、そのアクロポビッチのマフラーをつけようとするとね。でそうなってくると、もちろんレッドバロンでは対応できないですし、そこなんかそれこそカスタムショップかなんかに行って液体の径を変えるって言ったかな、なんかこう無理やりね作んないとね、とにかくはまらないらしいんですよ。さすがにそれがねめんどくせえかなと思ってやらなかったんですが、やっぱりS 線乗った時なんかはさ、あれアクラポ標準装備ですから、国内仕様なのですごいよね。あれはあれで欲しいんだよね、音を欲しい音を所持するみたいな感じですよね、バイクの所持イコール。やっぱりいつか、うわ今いいアフターファイアした。 BM の方も所持して、シングル R とダブル R、 二台持ちが最強ってことを証明したいですね。いや、意外とこのさ、小さくて細いバイクからこんなえげつないっていうか、えぐい音がこう出るっていうね、このアンバランスさがものすごくかっこいいですね。定番のね、マフラーですからみんなつけてるんでしょうけど、これなんで人気なのか、なんか今日分かった気がしますね。ただ一つ懸念事項があって、今日みたいな冬のね、真冬の日は全然いいんですけども、まあ下のメガボムがこうやって見えると思いますけども、飛び出してるんですよ右にね。でこのメガボムちゃんがね、どうやらね、もしライディングパンツなんかに触れてしまうと余裕で溶かすぐらいの高温になるんですね。で冬はまだなんとなくいけそうな気がするけど、夏とかね怖いんだよね。夏気づいたらモトクロスパンツとかライディングパンツ溶けてて足やけどしてましたみたいなのが怖いから、一応ね WR の純正のエキパイガードはつかないので、このメガボム専用のエキパイガードっていうのがあるんですよ、カーボン製のね。なんかそれなんかもはめちゃってもいいかなって気がしますね。ただこのメガボムの変態的な形状、このねぷっくりになってるね、この変態的な形状を視覚的に楽しみたいっていうのもあるから、できればそのまま使いたいんだけどね。まあそういうところも、あとは実際に乗っていく中でね感じて変化があればね、のレビューとかで話してみたいかなと思います。よし、じゃあそんな感じで今日は FMF の Q4、 そしてメガボムをね装着してみましたとそのね第初日のね話でした。2月以降の撮影のものは全部こっちの音に変わりますから、どうぞご期待ください。というわけで本日も、ご視聴ありがとうございました。じゃあまた次の動画で会いましょう。さよなら。